ケモンソルジャーの A0 です。立てないです。エルピンです。箱船です。ポケモン俳人が選ぶ歴代神ルールトップ3よ、うん、ポケモン対戦我々普段やってますが、まあ、いろんなルールがあるんで、その時の対戦のルールによってやっぱり楽しいだとか楽しくないっていうのはありますよね。まあ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 合う合わないはあります。というわけで今回はポケモン対戦歴10年を超える俳人が選ぶ歴代で最も楽しい神ルールを各々3つずつ選んできたので発表していきましょう。正直被るわけないしな。絶対被りやしない。そうなん？被るわけないからね。だってやってるルールが違うんだから。うん。確かに。いろんな視点からいろんな楽しかったルールっていうのをまあみんなで共有していけるんじゃないかなと思います。はい。はい。はい。楽しいって何なんだろうね。自分がやってめっちゃ負けたルールってでも負けたけど楽しかったなーっていう、そんな広い心は持ってないから、残念ながら。持ち合わせてないと。それはさすがに、自分がタコ負けしたルール、あー面白いとは、まあならんか。まあなかなかなれんかも。まあ絶対ならんとは言わんけど。逆に一番面白くなかったルール今のうちに言っとく？俺もう、マジでぶっちぎり一番面白くないルールある。剣盾の頃のセイムビート。あれでも切ないさん、あれ2位じゃなかった？2位だけど、いや1位取れなかったとかじゃなくて、普通にクソゲー。ガチでクソ思んない。セイムビートは何？同じポケモン、同じ持ち物ありの一般ポケモンだけの3対3のルールなんだけど。はい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 。俺、ポリゴン2、ポリゴン2、海流、海流、生拳、ゴチルゼルっていうパーティー使ってたのね。で、それで、素早さは所属値一番高いの80の海流じゃん。だから、なんかポニータ統一に当たって、タイミングドリル連打で3立てされて負けた。サーナイト統一に当たって、マルスケトレースされまくって負けたりした。相手はサーナイトが好きだから。そう。通常ルールではありえない役割集中してくるから。マッチ運でマジで。全く同じポケモンが出てくるから。そう。絶対勝てない。まあでもなかなか評判悪いルールって、そういうの聞かないから、まあ、基本ベースを。みんな面白いと思ってやっているんでしょう。基本大体は別に思う、まあね、最低限面白いからな、それは当然、うん。その上でって話だから。俺、剣盾の冠はずっと嫌いって言い続けてるね。ああ、そうなんだ。サンダーとポリゴン2がお互いに強くて、で、お互いに引けないし、お互いを倒せないみたいな、うん、最悪な流れになるのが多すぎて、なんか、っていうね。確かにそれやってるのいっぱい見たね。身代わりポリツーミラーとか嫌いじゃなかったけどな。珍しいタイプではあるの。まあそんな感じで、これからは逆に一番面白いと思うルールをみんなで発表していきましょう。はい。はい。では、まずはトップ3から。はい、じゃあまず A0 の面白かったルール第3位。何でもあり、かっこ小学校。そうきたか。これみんな忘れてるでしょ。確かに。これマジおもろいでしょ。その心確かに。いやー、俺おもんなかったよ、ちなみに。そうなんなんで？なんでかっていうと相手は改造を使ってくるから。あそう、それだけは、そう、改造だけはなしなんだよ。なしだ、そうなの。だから、いや、だから、そう、何でもありでもさすがに、だからさ、その不思議な守り、ミカルギガーみたいなやつは確かにいたんだけど、それはさすがに違くて、それはつまんないよな。そうそう、あでもソラウトボドダイトスを使ってるやつはいたんだよ。でもそれは別に強くないから許してた。まあ便利なんだろうな。あそう便利だから確かに便利だからだと思うからそれは許してたけど、俺 GTS でもらった色違い DR が使ってたよ。あまあそれはいいよ。マジおしゃれだった。でディアルガとかいう時代ちゃうからね。赤いセレビーだから。あそう、自分はダイパーだから、この時。友達がダークライ、なんか5匹ぐらい持ってるから。だから自分のポケモンにラム持たせまくって対策して戦った。ずりーな。もうだからポケモンかぶりとか持ち物かぶりなんて当然で、伝説幻なんでもありだから。これがセイムビートの起源か。始祖。まあ、全ての始祖みたいなとこあるけど、もはや。確かに我々の始まりはこれだったはずだ。みんなこれだったはず で自分のエースポケモンは心の雫ラティオス。強すぎだろ。すげえ。数値バグだ。なんで持ってんだよ。マトレボでもらえるから。あ、そっか。ポイント集めれば。ボンボンやな。心の雫、今はね、ドラゴンエスパー 1.2 倍ですけど、当時は特攻特防 1.5 倍のバケモン級の持ち物だから。どの伝説よりも強い。なんか友達のエースが海王が立ったから、かもりまくってた海王。なんでもあり、かっこ小学生とは書いたんだけど、今もおもろい説あると思うんだけど。今でもバランスないけどな。いや、そのアルセウス6匹とかでもいいわけ。まずレベルが合わないからね。デキレースなんよね。勝敗が分かってる。レベルは50フラットでやってた。そんなんやってたんだ。そんなんないからね。
私そんな便利な機能がある時代にやってまへんか。その楽しさが分からねえな。ごめんごめん。じゃあ次、僕の第3位、竜王戦2024予選。おお、いいね、来ました。いやー、分かるわ、これ結構分かる。このルール発表された時、運ゲーやんみたいな、見せ合いなしってマッチング運やんみたいな言われてたけど、意外と奥が深いゲームだった。これはあれだな、負けたけど好きだな、これ。パーティー登録失敗してまあまあそう、だからまあその線もあるのかもしれないけど、このルールはマジで分かるわ。何が良かったんか、いや勝ったのはそうなんだけど、噛めば噛むほど味が出てくる系のルールだった。むしろなんかさ、見た目のバランスがめちゃめちゃ悪そうじゃん、ルール設定上。まあ、確かに、うん、そう、うん、それなのになんか結構ちゃんとゲームバランスが取れてんなっていうのが美しいなって思う。うん、結局ね、クソルールじゃねえかっていうのもやっぱみんな頑張ってクソルールじゃなくしてくるからね。いや、そうそう、本当にそう。この大会からイチロムになったんだっけな。そうかな、サブロム禁止っていうのも良かったから。ルール設定そういう考え方もある。パーティー登録がエントリーと同時だったから、最終位までパーティー考えれるみたいな、不平等じゃなかったのも良かった。俺なんだけど、まあみんな絶対わかんないんと思うんだけど、 XY のダブルの大会。何これ、バトルレジェンド GS のやつ。これは GS ルールというか、何でもありルール。アルセウスダークライアリルール。ああ、なんでもありのダブル。ダークライアリってなかなかないんじゃないかという。確かに確かに。そうだね。マジぶっ壊れじゃね。この時、XY だから、普通に濁砲80。そうだ。そうだ。で、ダブルだもんね。壊れた。何でもあり小学生やん。だから、そのダークライで眠らせてアルセウス剣舞とかなる。マジ壊れじゃん。トルールね、なんかぶっ飛び具合が面白い、マジで。俺確かなんか、アルセウス・ゼルネアスとかで、結構いい感じだったとは思うんだけど、まあ、なんか別にそんなめっちゃ上位だったわけではないんだけど、でもなんかめちゃくちゃ楽しかった。何でもありすぎて、何されても楽しかった。そうなんだ。ダークホール飛び交うのに。でもダークライなんかそんなにいなかったような気がする。まあ、持ってないのか。そう、当時、持ってないなかった。まずね、土台がないという。王冠とかもないからね、6世代は。あ、そう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 。6だもんね。配線の敷居が高いんだね。シングル専門チャンネルですが、さすがにこれは楽しかったっていう印象が強い。はい。では、俺が選ぶ第3位は、闇鍋。あれあれ一石投じてきた。逆に。え、一石投じてたつもりなんだけど、もっと一石投じられたの。これやったことない人ばっかりでしょ、みんな、これ。我々しかやってない、多分これ。まあね。なかなかやる機会はない。できないからね。そうね。バランスはね、多分終わってるんだけど。運ゲ、運ゲ。マジの鬼の運ゲだから、盛り上がると思うよね。面白い。何来るか分かんないしね。おもろい。まあ確かに事実おもろい。実際おもろいから。しかもこれ公式には絶対できないからな、このまあ確かにどうあがいても無理。やりようがない。みんなもやってほしいルール。大人数でできるかな。何人ぐらいがいいんだろうね。いっぱいいた方が面白いけどね。人数いっぱいいた方がその自分が育成したのがこっちに来る確率は下がるから。ああそうそう。どうやって交換とかめっちゃ大変だけど。ゲームマスターがいないと。GM 必須なのがちょっと大変だよ、ね。ゲームマスターも負担やばいけど。全部一回集めてっつってパーティー組んでみたいな。いろいろみんなでやるには欠陥がありますが。欠陥だらけだが、まあ盛り上がり間違いなし。ぜひやってください。では次は第2位を発表していきます。では A0 の第2位、グローバルショーダウン。あ、何それ。船以外は知ってるでしょ。知ってはいる。お世代の伝説あり、幻あり。まあ持ち物かぶりとかはなしだけど、伝説幻とかの縛りはない。ヨークイシス、ダークライ、アルセウス、もろもろ全部使える。第5世代最後の大会 ?XY 出る3ヶ月前ぐらいだったと思うんだけど、でもこれ、自分伝説持ってないんですよ。ああ。うん。てか、アルセウス持ってないんですよ。個体値がまともな。まあ、小学生だか中学生だし。アルセウスがもう、時の方向、シャドウダイバー、悪空切断のアルセウスとか、個体値知らなかったから、当時は。だから、とりあえずアルセウス持ってないんですよ。アルセウスなかったら勝とうとするの無理なルールだから、正直、うん、本気で勝とうとするには。だから伝説なしで遊んでた。それおもろいか。伝説持ってない人あるある。レパドーでしょ、このルール。あ、そう、レパドーガスタ、バンドリラティ、あとグライオンとか、5世代だから猫の手奉仕とかツナターン無限だからとか、そういうのあって、一般ポケモンだけ、まあ、いつもの5世代のレートとかで使えるポケモンだけで、当時ニコ生とかで本番に向けての練習放送みたいな
とか大会とかをやってる人がいっぱいいたから、そこにプレゼン申し込みに行って一般ポケモンでボコるって気持ちよくなるっていうことを中学生の時にやってたね。中学生らしいでもこれ一回そのニコ生で練習大会みたいなので優勝したから色パルキアもらったんよ。おお。でもまあ当然使ってない、今まだ5世代のボックスにいると思う。でそのアルセウス持ってないのもそうなんだけど、気合入れて使おうって思わなかった理由がもう一個あって、あの本番が塾の合宿かぶって出れなかったんだよそのニコ生とかの配信とかで遊ぶだけだったんだけど、実際は本番一般ポケモンで勝ってどれぐらい勝ってたかとかも、まあ、試したかったけど、まあ、それはできなかったけど、まあ、大怪獣バトルを相手にするのが面白かった。アルセウスどうやって倒そう一般ポケモンでみたいな普通の人と遊び方違うんだけど、幻狩りがおもろいと。マジで中ポケ狩り講座だった完全に。でもバンドリラティとかでさ絶対勝てんくね。いやでも大会優勝してますからねどうやってるわけおかしくね。バンドリラティとかバンギぐらいとか、別にアルセウスだけじゃなくて裏にグラードンとか海洋とか天候変えられるし当時言ったらあれだけどレベルは低かったから、まあまあね、そうこれ5世代だから、今のこの9世代とは、ね、まあ、比べ物なんないからね、うん、レベルの差は。うん、俺らだって弱かったしな。そう、みんな弱かった当たり前だけど、しかも本番じゃないしね。うん、このルールまともにやってた知り合いによると、外人がめっちゃ改造してきて見た目とアルセウスのタイプが違うのめっちゃダメ。そんなんあるな。そうそれえぐい。見た目ノーマルのクリスとアルセウスとか2回負けた合宿から帰ってきてツイッター見たらなんか結構荒れてたねそれこそなんか切断の対策をしたみたいなのが、な大会もこれが初かな、確か。なんか除外されたって聞いた。あ、そう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 。参加できなかったけど、そういうところで公式も頑張ろうとしてくれてるところは高評価。かっこルールとはちょっとずれるけどみたいな。でも1位はレート2045の韓国人らしい。ちなみに9位の人は1928らしい。ぶっちぎりすぎる。実際問題はクソルールからの、うん、改造込み込み最悪なのかもしれないけどまあまあその無視したら面白かったし、うん、まあ、やっぱ、うん、伝説と戦えるってのはおもろいなっていう、うん、今回入ってないけど、あの8世代の最後のさ幻ありとかも好きだったし、はいはいはい、電磁波環境しねよって言われてたけど、別に自分的には結構好きだったから、やっぱ大怪獣バトルはおもろいね。では僕の2位 SV レギュジー。おお。いや、そういうことを言う人いると思った。言うなら切ないさんだろうなと思ってた。逆にね、うん、逆にねだから言わなかった。伝説ルール剣盾の頃いっぱいあったと思うんだけど、まあ、正直ザシアンがずっと強かった。うんうん、一強ではある。別に剣盾の時は楽しくなかったわけじゃないけど、まあバランスは取れていないなとつくづく思ってたけど、まあ SV に入ってテラスタルとか、まあ、ザシアンの弱体化とかもろもろあって、なんかバランスは剣盾の頃よりいいんじゃないかなと思って楽しい、ね、実際ね伝説今のところ分かれてるしね。うん、うん、そうなんだよな。剣盾の頃とか伝説1体しか使えないのにザシアン3位とかだったでしょ。一番最初のシーズンですらザシアン6位で、2番目の伝説が14位のイベルタルだから、まあ相当離れてる、ね、ぶっちぎりだね。俺はザシアンより何よりメタモンのが嫌いだから実質的にメタモンが使いづらくなってるという点で俺は SV のが好きだね。あー、剣盾より。うん、それもわかるかも。テラスもあるしな。 SV の中ではレギュージュ一番好きだな。うんうん、あ、そうなんだ。今のところは、今のところはこっからまだあるかもしれない。つまんなくねって言い出すかもしれないけど、今のところは面白い。じゃあ俺の2位 BW2 シングルマジかランクマ、マジか。そうじゃあ、あのね、これによってどんなコメントが来るのか分かりませんけど、なんでかっていうとすっごい簡単に勝てるから気持ちよくなれるから。これ思いついたっていうやつ全てで簡単に勝てるからスペイン人のエレキブルのスライム潰しが楽しいかプチプチ潰しファンギカバーエアムドガブリアスユレイドルとかと当たるけど、ワンチャンガブリアスに掴まれるんやけどさ、うん、避けられてね。レート低い人砂隠れだからサメ肌いないから。今のポケモン体制ってレベルが高くなりすぎて、なんかもうポケモン体制に
入れ込まないと勝たせてくれるのよね。まあ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 。凝視しない。まあもうレベル高いから本当に。全然違うね本当に。この当時から俺配信しながらやってたけど、やってて思うのはこの当時本当に雑談を主とした配信をしながらでも対戦できたからね。ながらランクまでも勝てると。そう、それが素晴らしい。ダメージ計算なんてしたことないでしょ対戦中に。ない。本当にない。その最終盤とかになったらみんな強い人が潜ってあんまり勝てないです。普段のランクマは勝てます。序盤中盤元気マン。終盤っていうのはあれね、本当にゲームが終わる終盤のこと。あ、そう、そのレベルの終盤ね。ゲームが終わる終盤になったらレベルが途端に高くなったら覚えてる。では僕が選ぶ第2位、レンデケレンデケミラクルカップ。これ絶対来ると思った。神ルール来た。ミラクル交換を1ボックス分やって、その流れてきたポケモン30匹の中から6匹を選んでパーティーを組む。で、対戦をするっていう。これのいいところはね、やっぱり、まあ、ミラクル交換する作業はあるといえど、まあ、闇ダメに比べて準備の難しさがないというか、簡単っていうのもいいと。しかも、まあ、まあ、運ゲーで盛り上がると。どこで開催されていたかというと、ガチの身内ね。身内窓。身内窓、そう。でしょうね。グループ。それこそ、A0 船がいた、その窓。毎晩のやつだからね。マジでこれめっちゃ時間かかるだろこれ。まあ、2,3 時間は1時間交換1時間、まあ1時間かかんないけど、まあ、30分ぐらい。しかも当時は ID くじってのがあったから、これで ID も増えてね、お得なんだよ。あ、そうね。そう今ないからこれやる意味ないもんね。今はまあ深回り流れてきたら嬉しいかもね。ポケモンホームだったら10匹同時にできる。あ、じゃあめっちゃ効率いいじゃん。スマホアプリのポケモンホーム、それそういうことできる。あ、じゃあやるか。やるか。じゃあ同じようなことやってる人いると思うんだけど、だいたい育てていいみたいなルールだと思うんだよね。うん、でも自分たちはめんどくさいから持ち物を持たせるだけだけだね。それ以外一切変更禁止だから、野生の進化後とか普通に強いし、遺伝かつ進化しないやつだから、それこそまあ僕だったらガルーラとかで、ステミタック遺伝してるともやばい。まあそんなちょっとゲームバランス崩壊のこともあるけど、まあ結構面白いこれは。確かにこれ神ゲーやったな。神ゲー今度やってもいいかも我々で。ポケモンホームでやったら改造とか流れてきそうじゃね。いつも弾いてた、それ30匹の中に含めないで逃がして、もう一回やって。めっちゃ時間かかるやん。え、でも改造なんてそんな来なかったけどな、なんか露骨なやつ。当時数回やって1回とかでしょ、本当にミラクルカップ単位でね。うん、そう。ほなやるかい。確かにこれやってもいいな。これマジ神ゲーだから。そうか。俺はそんなに楽しめる気しないんだけど。おもろいよこれ。そんな出来レースじゃないの。いやいやいや。一回レッグーザ引いたやつが全てをボコッと。予定に強すぎて終わる。しかもそいつヒードランも引いたから、自分はあのレッグーザ来る前のヒードランに全部やられたし。序章で、序章が強すぎる。では流行る1位発表していきます。まあどうせあれやろうな。もうあれですよ、あれか、あれか。はいはいはい、はい、当然リトルマッチ。はい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 、当然こすってますな。 A0 これしかない。そう、もうこれ一番好きだから。この大会のこといまだに言ってるのマジで世界でこの人だ。結果から言うとこれ2位と5位だったんかな。で1位のイギリス人かなんかに負けたんだけど、オーラスの時かな。でもね、正直ね、結果とかじゃなくてね、結局使えるポケモンが問題なんだよね。これ進化前かつまだ1回も進化してないポケモンっていうルールだから、いつも意味わかんない、使うわけないポケモンたちで遊べるってのがいいところだね、これは。まず、うんうんうん、ポケモンスタジアムに確かあったんだよね、このルール。てか、なんか一回ちょっとやったよね、うん、4人でやった。あるね、進化前ルールある。はいはいはい、やったね。バトレボにもちょっとあって、で、これやりてえなーって思ってたら降ってきたので、公式大会がウキウキで参加。これ、待ち望んでます、旧世代でも。低レベル対戦、マジでなくね。7世代のスペレだけじゃない。そうだね、だってなんか8以降さ、レベル50未満のやつも50になっちゃうじゃん。うん、そう、多分それの影響なんかな。レベル1戦法みたいなのがしようと思ってもできなくなった。木の実ジュースで全回復みたいなのが今レベル50固定だとできないから。うん、まあ低レベル対戦それがおもろいから。まあ今木の実ジュースないんですけどね、 SV。 あら、俺だけですけど、まあ、もう最悪レベル50でもいいからやりたいんだよな。進化前でやりたい。何でも進化前で対戦した。そう、進化前やりたいんだよなっていう。今あれいないからチャンスだと思うんだよな。何いないの？タイプヌルいないから。ああ、進化前で数値バグってるやつね。タイプヌルちょっとバグりすぎてるから、今いないからチャンスなんだよ。ああ、でもあれだ、ジュラルドンやばいわ。そうだ、ジュラルドンやばいじゃん。こ
本当にリアルが見たいな、ちょっとこの当時ニューラが最強で、それでニューラ大好きだから好きなポケモンが強いっていうのもさらに良さに拍車がかかっている。なるほど。ポリツーが強くなってからポリツー嫁ですって言ってるのと一緒じゃないのいやいや、ニューラはリトルの前から好きだからとにかく待ってます、よろしくお願いします。じゃあ次、俺の神ルール1位はポケモン広場の見せ合いなし3対3かっこ600族純伝説1対2竜王戦2024予選につながってますからここね、見せ合いなしだからね。それで俺は中学生の頃に学校から帰ってきて4時半とかに家帰ってきて6時にゲーム禁止になるからその間ずっとやってたポケモン広場か。いやー、多分これここあれだわ、俺が初めて BW の頃交換した時にカモられたサイトだ詐欺された。かわいそう、ネット初心者だから。いや、そう、 4V ぐらいがとなんか飴何個か交換であげますって言われたから交換したら AS0 だわざわざご丁寧に AS0 なんだいや、たぶんここでスレッドを開いて一番下の E メールか URL のところにフレンドコードを貼るんよフレコ貼ってその後に自分のルールを貼るんよ。純伝で説600族なしとか1体だけとかで、一番有名なルールが600族純伝説間取って1体だけ禁止とか何でもありにすると自分が対戦募集ですって言っても返信来ないのよ。みんなこれなのか。そう、みんなこれでやってる。何でもありになることはなかなかなかった。ある程度育成とかなんか種族値とかなんか考えてやってる人向けみたいなルール。あ、そうそう、なるほど。ここで俺は壁サーナイトで起点作って眠かご龍舞ギャラでマジで無双してた20連勝ぐらいしてたマジで 100回聞いたことあるけど何回聞いてもおもろいし。その構築が来た後は湿った岩メタグロスで壁張ってステロマイテ雨乞いしてメガネキングドラでハイドロポンプ連打する構築当時手動しか雨降らせないからな。確かにね。でもそれ600族禁止されたらメタグロスで雨降らせないから、その構築使うときは600族1体だけありっていうルールにしないといけない。サナの裏600族順伝じゃないんだ。サナギャラの裏はメガヤンマかサンダースギャラサンダース。それ乱数できるようになってメザ氷使えるようになったからそれで採用してるだけ。嬉しいからね、使えると。嬉しいから採用してる。600族純伝一体のみって実質ね、禁伝一体ルールみたいなもんだから、先駆けといえばそうだ。まあ確かに。すべてここに繋がってくる。ここの経験が生きてると。そう。そんなに差あるかな。マジ、3対3ってどういうゲームなんだろうっていうのを、ここでもう本能に刻んでるから。もう一個ね、別でスレがあって、見せ合いなし66っていうのもあったんよ。そっちのがなんか、競技的には盛り上がってたんだけど、みんな強いから全然勝てなくて。いや、なんか勝てないとつまんないからね。昔はそうやって、ピュアに遊んでいたんだな。今がピュアじゃないみたいな。あらあら。はい。では、私の1位、スパイクチャレンジなんですね。あったからだ。チャレンジなんですね。勝ったからだね。勝ったから前人未到の、最終1位2位なんすね。前人未到なのかなそれ。そうか、そうか。当時は前人未到。当時はね、 SV でキノさんが、そう、キノさんが1位2位と。これなんかマジで BW2 なんすね。大間ないし。てかね、なんか俺の勝ち方もそれだった。だから序盤中盤俺マジ無双して、大したことないな、みんなどうしたのって思ってたよね。うん、誰も俺に勝てないのこれって思ってたら、最後の最後でなんか2ロム2位3位とかになってからなんか突然負け始めたよね。突然相手強くなったなってなって、なんか俺の知ってるゲームじゃないってなって、しっかり強い人には負けてたんですけど、別にそうではない人をひたすらにボコり続けて1位2位になりましたという。やっぱスライム潰しのヘルピンか。潜れって言ったの周りだからな。背中を押したのがね。うん、ヘルピンさんが諦めそうになってた。潜れよ。潜らせたから。うん、こいつらに勝てないと1位になれないんだったら勝てねえよこいつらにと突然相手が強くでもそんなに強い人はやっぱり世界に
十何人もいなかったからその人たちとのマッチングを回避し続けて最終的に勝つことができたという、なんか俺のポケモン人生を思わせるルールでしたあの時の経験がもうレート差マッチとかも関係ないから、なんかもはやレート差マッチなんか今となっては自分が1桁とか2桁の時に4桁順位4桁かようとか言いがちだけどさ、むしろ順位高い人来るなっていう感じだったからレート差マッチ来いって願ってたから明らかに格下だと自分に自信がつくから、ちま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 レート5とか6とかもらって最悪だマジでなんか最終の10位からその一桁の人とか3、4人が立ってると多分全部負けてる。ちゃんと計上してる。それで1位になるのマジですごいよ。なかなかないよね、そういう。ルールも別に楽しかったわけでしょ。大話。実質5世代シングル。何もないので。考えること少なくて楽やったわ。でも、斬新すぎないこのルール。その世代の象徴となるシステムを封じるっていう。わざわざメガ進化縛りルールとかなかったよね。67。Z 技なしとか。ないね。確かに。それなくしちゃっていいんだと思ったもん。でもこれあれ、確か、そのスパイクタウンのあのリーダーのネズが大魔使わない縛りみたいな、確かそういうやつだからっていう。ああ。そういうくだりがあるから。SV にもテラスアンチがいたら染まったかもしれないけど。確かに。いないな、全然。今んとこいないな。じゃあないかも。そういうくだりのやつがいないから。じゃあ、栄えある第1位、SV レギュ A。レギュ A なんだ。レギュ A 来た。みんなレギュ G 面白そう、面白いみたいな感じだったけど、俺はレギュ A かなと思っておりますね。箱舟さんの復帰戦でもありますからね。久しぶり、何年ぶりだろう。真面目にやったの、7、8年ぶりとかなんかな。そんなにか。オーラスぶりってことでしょ。オーラスぶりにやって、まあ思ったのはね、環境の移り変わりがね、ありえん早い。早かったね。マジで。いや、マジ早かった。特に12月、1月でしょ。そう。こんなにね、いるポケモン変わるんかって思って。まあやっぱネットも普及してるっていうのかな、わかんないけどさ。まあそういうのもあるのかもしんないけど、明らかにプレイヤーも上手くなってるし、環境の移り変わりがね、面白かったかな。海流も渦海流とかね、いたけど。で、まあ SV レギュ A はね、まあ、単純に数値が低いじゃん、ポケモンの。全体的にね。割といろんなポケモンいたんじゃないかなと思うわけですね。まあゲンガーとかいたし。シーズン1の使用率的に、あ、そのゲンガーが32か。これ思うんやけど、オニリ・ウルガモスシーズン1にいんのやべえよ、さすがに、ね。でも結構早かったよね。早かった。だって、オーラスシーズン17よ。その前提があるよ。歴史が。いや、そうだけど、ね、その前提がやっぱあるからね。そうする。そんなポケモンいないやんと思う、普通だったら。ってぐらいね。まあ、いろんな方がね、流行るのが早かった。今考えたら、ラウドボーンとかも強かったね。今は全然見ないけど。使用率8位じゃん。ついていけなかったけど、全然、環境には。もう最終3桁とかじゃなかったっけ？まあ、ギリギリね。800位ぐらい乗って、もうこれ以上潜ったら負ける気がしたからやめたけど。戦略的撤退ね。戦略的撤退。難しいね。まあ、勝ったとは言えないけど、人口もやっぱめちゃくちゃ多かったかな。参加者数に122万人って書いてるし。まあ、剣盾も似たようなこと起きてたけどな。そういうことで、レギュエ面白かったなーって思う。新鮮さがいいね。やっぱフレッシュだから。セラスタルもフレッシュ。対戦もフレッシュ。ということで、ゲモハイジンが選ぶ歴代神ルールトップ3。発表してきました。いろんなルールあるけど、まあ、全部、まあ、楽しいってことですね。結局ね、全然まとめ方考えてなかった、うん、全部楽しいってことですね。適当や。実際そう。どれもいいとこあるね。思んないことない。一番賛成できないのは、何でもありは小学生は楽しくないってことやけどね。それはサラヘルピンさんの時代感、時代か、時代が、あの友達周りが悪い。時代っていうのもなんかチクチク感ある。チクチク言葉か。時代は同じ平成やろ。うん、そう。そうか。確かに。そうです。ポケモンの28年、たった28年の中の誤差でした。うん。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。